もう、向こう素人バカなんで、もう一気にぶつぶして買ってやります。はい、じゃあ今から、スターダムグループ、4店舗に4店舗4店舗で、ね、3店舗と、同じチームに分かれて、野球を、しようと思います。先生、我々ホスト一同はスポーツマンシップにのっとり、先生堂々戦うことを誓います。シールズ代表千住徹、沢井代表立花翼、ステラ代表佐久ラム、平成28年10月2日男の子ですから、やるからには勝ち負けは楽しみながらこだわってほしいなと思いますので、楽しんで野球を楽しんでください。以上です。はい、頑張りましょう。どうやってるのこれ、野球って。はい、アナウンスで始めます。レイ。よーし。これは握手すればいいですか。ちょっとできない。フェアプレーよ、フェアプレー。俺からスーツでくれるやつが一人おるってことだろ。お前か。ほら始まっとるよ。主審だけでいいんじゃないですか。ファールとかいらんの。一塁と三塁いらんの。今日は打ちます。カット飛ばせ、通る通る。ピッチャーとしても、あと、バッターでもね、ヒット何本か打って、あとホームランですか、ホームランも打てたんで、個人的には満足した成績かなと思います、いやでもね、ちょっとみんなこれで現状できたかなと思って、売り上げの方では負けません、はい、楽しかったです。お疲れました。疲れた。どうだった個人的には。個人的には、土下座だったんで、土下座だったんで、次はソフトボールで勝負したいと思います。僕らスポーツダメなんで、五目並べとかでお願いします。面白い。あの人に、マジであの人に。第1位、チームシールズ。サッカーに続いて、まだシールズか。おなんか札束が見えるな。はい、おめでとう。代表、代表。ほい MVP 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 は僕が、独断と偏見で、決めますが、直人君でしょう。はい、サヨナラの満塁ホームラン素晴らしかったです。すごいな。直人君、はい、こっち、せーの、はい、お疲れ様でした。